今回は静岡県東名カントリークラブ裾野コースの1番ホール、レギュラーティーからピンまで348ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット緩やかな上りのホール、フェアウェイのセンター左寄りがベストポジション。セカンドショット第2打の距離感がポイントとなる。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。そのコースの1番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで348ヤード。ハンディキャップは6、緩やかな上りのミドルホール。難易度は9ホール中2位、平均スコアは 5.75、 平均パット数は 2.11。 90キリの人は3オン2パットが無難、100キリの人は4オン2パットが無難です。そのコースの1番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで348ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、緩やかな上りのホール、フェアウェイのセンター左寄りが、ベストポジション。そのコースの1番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打の距離感がポイントとなる。そのコースの1番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。